はい、こんばんは。和室です。はい、いらっしゃいませ。あ、師匠さんいらっしゃいませ。今日はね、アストロシティミニのサンダーフォース AC をちょっとやっていきたいと思います。こうですね。だけどやりましょうよ、わら。一応タダだったんでね、とりあえずいただきましたけど、DVD ってちょっとね、直接的にグロいんで、ちょっとね、直接的なのは結構苦手なんですよね。まあ、やってやれないことはないと思うんですけど、まあ、慣れの問題かなと思いますけど。結構。買ったんでしょ、わら。いやいや、買ってないですよ。無償配布しててね。それで、いただきました。買ってはいます。苦手なんだ、わら。バイオハザードとかはね、いいんですけど、なんか、あれはなんかちょっと、えぐいっていうか、なんか描写が、そんな感じがする。急ぎです。もはや急ぎでございます。まあ、いずれ皆もそうなるので、しょうがないですけど。確かにグロいかな、わら。うん、ちょっとね。あ、マジっすか。結構この、昔のゲームやってる方は結構、まあ40代とかね、そういう方が多いのかなと思いますけど。あ、ダメだ。サンダーフォース3と2と42か合わさったようなアーケード版のやつですね。昔のゲーム可能品とかクリアしてもまた紹介だったなですよね。え、なんで、あー、ラウンが当たったのか、クローが当たったのか、もうむずい。ワンさんみたいにホラーが苦手ってわけじゃないんですね。ホラー自体は別にいいんですけど、ちょっとなんつうの、表現が直接的すぎるとちょっと引いちゃうって感じです。神様とかの弾幕見たら覚醒の感想なかったわ。表現がなんかリアルすぎるとちょっと引いちゃうみたいな、そういうのはありますけど。あれだ、あ、終わっちゃう終わっちゃう。ちょっと酔っ払ってます。あー、バイオハザードはまだなんかこう、かなりアリな感じだってことですね。そうそう、ちょっとね、あれ妖芸じゃないですか。妖芸って結構直接的ですよね、なんか表現が。ゲーム自体は面白いと思うんですけど、特に自分が捕まってやれる時とか見てるとちょっとうわーってなっちゃう。あれちょっときついなって感じですね。このゲームなんですか。あ、これはこれはサンダーフォース AC っていう、サンダーフォースって
メガドライブとかにあったんですけど、それのアーケード版の出てたやつですね。じゃあそのうちで、わら。そのうち、なんかきっかけがあればね。まあでも C さんとかもやってるぐらいだから、まあ慣れればいけるのかなって感じはしますけど。酔っ払ってるから、まあ、いつも酔っ払ってるんですけど、不注意な死が多いです。我が王の冒険で連発に出た思い出しかねえわ。そういうゲ、そのゲームはちょっと分かんないですけど、そういうのあるんですね。やばい、死ぬ。危ない。ファミコン火の鳥ですわ。ああ、ファミコン火の鳥、なるほど。横スクロールのやつか。やったことないけど見たことはある。サンダーフォースって難しいんですよね。やり込んで慣れるまで全然ダメなんですよ。死にまくりなんですよ。でちょっと間を置くとまた忘れちゃって、また死にまくりなゲーム。斜めとか 3D の概念はどこいらへんから来たのかな。3D はほら、あのアフターバーナーとか3D みたいなのありましたけど、本当の 3D っていうと、本当の 3D っていうと、なんだろうね、やっぱポリゴンとか出てからなんですかね。バーチャーシリーズとか。そうですよね。バーチャーレーシング、バーチャーファイター、その辺からですかね。本当の 3D っていうこれは今見るとすげーしょっぱいけどね。まあでも生ポリゴンって結構いい味出してますよね。すぐ死んじゃう。むずいわ、ほんま。シールド。メガドラ版の方がまだ簡単なような気がするけど。これアストロシティミニっていうのでやってるんですけど、ちょっと操作が遅延するんですよね。だからそのせいもあるかもしれない。パターンとメタドラとスマブラで内容同じのようで違うの多かったな。ああ、結構同じ。ああ、うえい。いきますよ。はい、いらっしゃいませ。まさっくん、いらっしゃいませ。最近いろんなジャンルのゲームやってるんで、全然シューティングの感が鈍っちゃってもダメですね。
感だった。珍しいのだな。全然夢見る妖精お詳しいですね。ちょっとそこまで全然わかんない。はい、バスケさん、ここありがとうございます。マースケさんが100プトニコに報告しました。はい、マースケさん、ここに。マースケさんが1100プトニコに報告しました。はい、ありがとうございます。あ、リンダ級とかエロプロ関係でサターン版の方が良かったな。なるほど。サターンも自分も最初バーチャファイターと一緒に買ったんですけど、いつの間にかプレステ派になっちゃいましたね。やっぱあのファイナルファンタジーとかグランツーリスモとか。はい、ありがとうございます。なるほど。自分メガドラからサターンに来てそのくらい背が一辺倒だったんですけど、やっぱね、ファイナルエニックスとかあのソニー G へ移籍したから大きかったっすね、それは。あとグランツーリスもハマっちゃったりね。結構レースゲーム好きだったんで、リッチレーサーとかね。好きなんだけど日記するんだよな。ああ、パワープロとか。はい、ありがとうございます。結構あの同時発売ってのは多かったですけどね、プレステとサターンって。比べるため用法完全。そうっすか。そこまで財力がなかったかもしれない。プレステもサターンも結構出っ張ら本体価格が高かったですからね。サターンなんて4万以上しましたよね、最初。プレイステーションも4万ぐらいしてたような気がする。サンキュッパか、あれは。ありましたね。リクターのやつでしたっけ。この辺から、これはオリジナルですね。サンダーホース AC オリジナルステージ。終点付近も出てはきれたな。なるほど。取れない、怖くて。ゲームボーイプリンター、聞いたことある。やっぱシューティングって難しいな、全く気が抜けない。最近ぬるゲーばっかりやってたから厳しい。洋室エンディやろうぜ。スインビー苦手だったんですよね、あれ。難しいですよ、ツインビーって。うわ、これ。じゃあパロディウスやろうぜ。パロディウス難しい。全部難しい。ゴモラ、ゴモラもっと難しい。これ終わっちゃう。
ボスか。なんだ。あやそれ。全然覚えてないわ。あ、足をやるんだっけこれ。うわ。わらわら。マジか。忘れてるか無理だわね。忘れてる。全然覚えてない。アンチあったっけ。そんなあるんすかみたいな。あ、これ2のあれですね、後半の面のやつ。あ、後半の面でもないか。混ざってんな。完全にハメ殺しできるのは、それはそれでつまんねえよな。おお、そっか、知り尽くすとそうなっちゃうんだ。エイブ強いね、やっぱね。障害物貫通するし。セイバー。あそこになんかある。やば。あ、ここでバックするのか。まずいそれ。怖い。嘘。ダメか。うわ、最悪や。うわ、ま、マジまず、だったらシールド。あれ？マジか、これ。こうなるのか。上かな？最初上。やべ、次下。なんでや？嘘。終わった。いやー、無理なんだよなー。これ何面まであるんだっけ。
嘘無理だべ。やっぱ音はメガドライよりいいですね。やっぱりさすがアーケード版だけあって、狭いな、微調整ができないや、もうダメだなこれ。よっしゃ、危ない。速い、スピード速い、ダメだ、難しいな。危ない、あ、危ない危ない、怖い怖い、シールド、もう食らった、マジか。あ、取れねえ、マジか。マジか、怖い怖い、あ、あんな、よし、
武器全部揃ってるから、あ、あとどこセイバーだけないのか、あとはマジこれ。ああそうか、これ行き止まりの罠なんだよ。やばいね。あ、そう、これダメだわ。いや、これクレジットゼロきつい。ろくな武器がないな。もう一匹だよね。AC 版はもう一匹来るんだよね。うそ、なんか当たった。まあいいや、ここまで来たらもうね、やるしかないですね。うわ、なんで、あ、地面に当たるのか、あれ。ここ地面か。まるで見えない。無理なんだよな。くそ。ああ、なんとかやった。ありがとうございます。もうコンティニューしまくりでしたけど、パチパチパチ、ありがとうございます。一応ね、昔は1コインでいけました。もう全然ダメですけど今。アーケード版はね、あのエンディングが短めでさっぱりしてるんですよね。まあ、アーケード版なんで短めにしてるでしょうけど。
スーファミ版と、スーファミ版のサンダースピリッツはこれの移植なんですよね。内容的にはね、いろいろ言われてますけど、まあ、自分的にはなかなか面白いと思いますね、スーファミ版も。ボイスが鮮やかですね。セーブしとこうか。よし。はい、じゃあね、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。終わります。失礼します。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ディスコネクト。